実はこれレンジで完成お豆腐ドーナツ。今日は豆腐でヘルシーなドーナツを作るよ。豆腐を滑らかになるまで混ぜるよ。残りの材料をすべて加えて混ぜ合わせてね。型にサラダ油を薄く塗ったら生地を流し入れるよ。空気を抜いたら600ワットで1分加熱してね。黒蜜をかけたら完成。レンジで簡単ヘルシーきなこ餅。今日はレンジで作るヘルシースイーツだよ。豆腐、片栗粉、砂糖をよく混ぜたらレンジで加熱してね。取り出して混ぜたらもう一度加熱するよ。全体を練るように混ぜてね。きなこ、砂糖、塩をよく混ぜるよ。餅をスプーンですくって落とし入れたら全体にまぶしてね。黒蜜をかけたら完成。実はこれ1キロカロリーの紅茶ゼリー。今日は低カロリー低糖質の紅茶ゼリーを作るよ。ティーポットにティーパック2つ入れて熱湯を注いだら2分ほど蒸らしてね。ゼラチンを加えてよく混ぜるよ。粗熱が取れたら容器に入れて冷蔵庫で冷やしてね。ダイエット中にも食べられるスイーツだから試してみてね。揚げない揚げパン。今回はトースターで揚げパンを作るよ。ロールパンにサラダ油を塗ってトースターで2分焼いてね。全面にきな粉をまぶしたら完成。